プリマはアルストムグループのアルストムトランスポール社が展開する機関車のブランドである。鉄道会社が細かい仕様まで決定して発注するオーダーメイドタイプの車両に対しプリマは製造会社が基本的な仕様をあらかじめ決定しておいた上で鉄道会社が外装や細かい仕様を決定するセミオーダーメイドタイプの車両である。電気機関車の他に 電気式ディーゼル機関車にも対応している。1998年にフランス国鉄が自国内及び他国へ直通する貨物用機関車を発注したことに橋を発する。この機関車はヨーロッパ標準規格で製造し柔軟に運用することが目標とされた。2001年に最初の試作車が登場。2002年には SNCF に対しフランス国内用の2。 電源タイプが納入された。以後、徐々にバリエーションを増やしつつある。次のうちのいずれか。複数の選択も可能。車軸配置は次の2種類から選択できる。表記は UIC 式。貨物用は時速 140km。旅客用は時速 220km。保安装置は各社が各々のものを搭載できる。 もっともヨーロッパでは E トックスへの統合が進んでいる。初代試作者がフランスベルホールにあるアルストムの工場に保存されている。ありがとうございます。